はい、戦国武将紀行、水野勝成公、まあ、この方はですね、この福山城の築城にあたり、まあ、初代藩主というか、福山城を作った人と言っていいと思いますね。まあ、こちらにちょっと簡単に書いてありますね。あの立派な立像で、反対側のところに伏見櫓の裏のところに、幕末の老中安倍政宏公の、まあ、同じような立像がありますけど、まあ、同じ立像でも勝成公の方はちょっとこうお顔がごついといういかついという戦国武将ではないかと、まあ、最後の戦国武将なんてね言う方もいますしね。まあ、この方はですね、そのただ戦国武将ということだけでなくてですね、まあ、ここ築城もまあたった数年で3年って書いてありましたけど、まあ、10万石でですねこれだけのお城を作ったという功績もすごいですし、この芦田川を改修しと、まさにあの文武両道の、まあ、戦国時代であればまあ優勝名勝、まあ、何とでも言えるんですけど、その後の平和な時代になってもですね、まあ、そういう方っていうのは、まあ、知性の方にも尽力されて、いわゆる文武両道の名君と、戦国武将から名君にと、まあ、これどちらも言える、まあ、すごい立派な方だと思いますね。1619年にここに報ぜられたと、ということなんですが、まあ、ここのお城についてはですね、お城の方でも話してますけど、そもそも10万石という規模でこれだけの城地ってことは普通はありえないんですが、まあ、ほとんど天下武神のような城ですよね。それに伏見城、旧京都の伏見城からですね4つも建物を持ってきて、個別に話してますのでそちらもご覧ください。それ以外にもですね櫓もかなり数十基あったと思われますし、絵図が残ってますけど、相当大きな規模のまさに西国一のお城を作るという目的でですね、作られ、またその任についたのが水野勝成公なんですけど、まあ、水野家といえばね、あの於大の方のように、代々その三河以来ですね、まあ、代々というかあの昔は違ったんですけどね、途中から水野家は徳川家に従っていわゆる譜代大名、しかも家康公を産んだ於大の方の、実家ということもありますので、まあ、江戸時代はですね、まあ、戦国時代、三河松平から始まってですね、まあ、三河武士団の中でも特別な存在だったわけですけど、まあ、その徳川大名の中でもですね、まあ、親兄弟以外で、親族で、この地に抜擢されたと、まあ、どれだけ信用あるかってことですよね。要するにこの方はただその強いとか、そういうことだけじゃなくてですね、幕府からの信用が絶大だったと、徳川将軍家から絶大な信任があったということでないとこの任にはつけないわけですよ。まあ、後ここはあの水野家だけじゃないですけど、まあ、さっき言った安倍氏とかですね、そういう徳川家に関係している武将武家ですね、大名家が入るんですけど、まあ、特に水野家、この水野勝成公っていう方は特別な方で、まあ、こちらに入ったということでしょうね。まあ、あのいろいろその戦の話とか戦国武将なんてしたい話もあるんですけども、まあ、こちらのやっぱり福山藩のですね、こちらの藩主になったと、城主になったということが最も、この方にとってはですね、まあ、栄誉なことでもありますし、徳川家をお守りするという、西国大名を一定に監視するという立場になったと、いうことが、まあ、一番のですね、まあ、功績というか、代表的なこの方のお話ではないかと思いますね。はい、水野勝成公でした。